い、ということで、じゃあまずはひーちゃんに見てもらいたいと思います。はい、楽しみ。ひーちゃんはこちら。はい、おわあ、すごい爽やかだね。そうなんです。これはどんなとこで、うん、まだ言ってなかったんですけど、うん、沖縄県で撮影してきました。そうなんだね、ヤシの木が。そう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 、木がね、これは。爽やか、すごい可愛い。これをですね、ひーちゃんに描いてもらいたいと思います。はい、イラストでね。そう、ひーちゃんのこの絵をね。わかりました。描けるかな？なんか難しいね。難しい、これ難しい、結構。これ難しい、ちょっと。ひーちゃんのあんまり見たことないかも。じゃあ簡単に描きますね。うん、いいよいいよ。簡単に伝わる感じで。はい。すごい天気が良くて、色も鮮やかな感じに写っている写真で、私もお気に入りのショットです。あ、頭めっちゃ大きくなっちゃった。めっちゃ大きくなっちゃった。ちょっと髪型違う気がするけど。一緒だよ。これは髪型は一緒。ひーちゃんにとってのこれ、うん、難しいよね、これなんか、ね、私すごい好きな写真なんですよ。ね、すごい可愛い。どうすんだ。ひーちゃんが手に困ってます。手が難しいんですよ。洋服を先に描いちゃったから、なんかすごいことになっちゃった。可愛く描けたよ。あ、うん。あ、上手。で、可愛い、普通に。この絵が。伝わってほしい。え、可愛いんじゃない？可愛い。この絵が可愛い。じゃあ見てもらえますか？はい。じゃあ行きますよ。はい。私が見させていただいたゆいちゃんの写真、こんな感じでした。じゃじゃん。あー。そう、可愛い。可愛い、可愛い。そう。ね。なんかね、そう、全身だから、やっぱちょっと難しかったんだよね。そう、全身。そうなんだよね。あと、割となんか、これは景色もすごいね。うん、そうそうそう。素敵だから。背景が可愛いよね。そう、背景。でも伝わる感じ。伝わる。緑の感じ、ね。こういう感じっていう。うん。はい。そう。ぜひ、めっちゃ上手に描いてくれました。多分、まだみんなには見せられないけど。そう。こんな感じです。はい。ありがとう。あー。